ええー、ずっと口開きっぱなし、経験部とは人気女性キャスターが映画を語り合う番組です。感謝祭の日、幼い娘が消えてしまう。警察の捜査も進まない中、父親は証拠不十分で釈放された第一容疑者を犯人と確信。最愛の我が子を奪われた父親が取った行動とは。衝撃のヒューマンサスペンス、プリズナーズ。でもサスペンス映画だったじゃないですか、何かお好きなサスペンス映画ってあります？今回特になんかこうセブンもね、 あと犯人探し的なね、真犯人は誰だ的な要素もあったもんね、はい、ちょっとこうセブンとかも猟奇連続殺人みたいな感じだったりとかって、なんかこう好きなサスペンスとかってありますか？私はその邦画になってしまうんですけど、あの告白っていう映画、港かなえさん原作 の松たか子さんが先生役で、伏線がもうすごい張り巡らされてて、もうそれ今回のにも伏線がね、いっぱいありましたよね。そこでもう多分1回見るよりも何回も見ないと、なんか何回も見たらどんどん味が出てくるなと思って、うん、1回でもすごい面白いんですけど、また違った見方ができるなと思って、あ、こここうだ、あ、ここだっていうのを見つける楽しさみたいなのが、伏線好きね、好きです伏線好き好きですってすごい、じゃああれだ、名探偵コナンとかが大好きだったんだもうそうですね、なんか昔もずっと見てましたね、アニメも先生はなんかサスペンス映画っていうと、私ね、なんか、まあ、猟奇サスペンスみたいなの大好きなんだけど、うん、なんかこうやっぱりこうね、プリズナーズがすごく、うん、すっごくいい映画だったんだけど、うん、ここでワイワイ話すには重かったから、うん、なんかせっかくだから犯人探し物で私の好きなへんてこな映画を紹介しようと思って、疑惑っていう邦画なんですけど、疑惑、桃井かおりさん主演で、あと岩下志麻さんも出ている。で、まあ、桃井かおりさんが容疑者なのよ、すごい、もう見るからに容疑者じゃない疑わしいのよ、妖艶な容疑者ですね。そう、なんかね、なんだろう、強気なのね。なんか記者会見とかに囲まれてても、もう少し私を下がってお願いだから喋ってくださるとかいう感じのふてぶてしい容疑者をずっと熱演してくれてて、でその守ってくれる弁護士が岩下志麻なんだけど、志麻にも毒づくのよ、あんたちゃんと弁護しなさい私のことをみたいな感じ でそれですごい面白い裁判劇が繰り広げられるんだけど、まあ、最後、まあ、落ち着いて名シーンなんですけど、岩下志麻さんとこう桃井かおりさんがワインのぶっかけ合いをするっていうシーンがあったりして、なんでそんなことになっちゃうんですか、推理ドラマ、法廷ドラマとしても楽しいし、女同士のバトルとしても楽しいみたいな感じで、まあ、随分ねプリズナーズとはちょっとお味が違うんですけれども、ありますね、いろいろ面白い映画はあんのよ。私の中でもサスペンス映画で一番最初思いついたのはやっぱ羊たちの沈黙が、これにもちょっと雰囲気近いドロリ感があるよね。ドロリ感が、いろいろですよね、サスペンスって言ってもドロドロなのか、ちょっとこう晴れやかに犯人が見つかるのか、晴れやかに、まあまあ、カラッとした感じのもあるよね、ちょっと最後カラッて、リスナーズになるとこう結構なんかしっかりと重い重い、した感じが、でもちゃんと映画を見て考えたい人にはすごくいい問題提起をしてくれてる映画だと思う。これ本当に周りの友達とかにもおすすめしたい。あ、本当、はい、あ、今の21ってもっとなんか、ね、チャラい恋愛ものとかばっか見てんじゃないの。いや違うんです、私結構こういう、うん、警察官になりたかったので、そうなの、ね、もうかっこよくてしょうがない、こういう警察になりたいって、まあ、もういいですけど、撃ったりしたかったんだ。そこですか、突き止めたいですよね犯人を、突き止める、真相を突き止めたいっていう、うやむやにしたくない、探偵的なところが好きなのね。ちょっとやっぱそこに惹かれるところはあります。じゃあ今ね、このブレザーとか着てちょっと可愛い感じでこう女装と一緒に映画のこととか語ってるけどもしかしたら道を違えてたら今頃 ねバリバリ捜査とかしてたかもしれないじゃん。この道に行ってなかったらもう警察官目指していました。そしたら柔道とか剣道とかもやって、剣道、はい、剣道やってました、三段まで。そう、柔道だけじゃなくて剣道も、剣道の方が重きを置いてやってたんですけど、武闘派ですね、ね、はい、すごいすごい、女武闘家だ、やっぱそれこそね、もう男性にも負けないぞみたいな、いいじゃんいいじゃん。あ、じゃあ謎解きっていうか、こういう犯人探しみたいな大好きなんだ、警察ものは。好きですね、もう気になる、最初からどれが怪しいかなっていうのは目星つけて、当たったで、よっしゃって。じゃあ今回分かった、ね、いや今回はもう盲点です本当に
やっぱりね。でもずっと口開きっぱなし、ね、もう映画館中、ね、どんでん返し感あったよね、はい、次回をお楽しみに。